18番のパー5です。山下美夢の第3打完璧でしたね。タップインの距離につけてバーディースタート。3番のパー3です。渋野日向子のバーディーパット。長い距離を沈めて今日最初のバーディー。4番のパー5、馬場咲希の第3打です。馬場は4番で最初のバーディー。6番のパー3です。右のバンカーに入れた渋野日向子のセカンド。狙いが悪かったのかね、ちょっと上げようとして、まあ、このダブルボギーから少し、ね、流れが悪くなりましたね。はい、逆サイドのバンカーまで行きました。第3打のバンカーショット寄せられずに次がボギーパット。これが外れて6番ダブルボギーとします。山下は手前バーディーパットを沈めて辰村バーディー。7番のパー4です。渋野日向子のセカンド。ここもフェアウェイからはミスになって左のバンカーでしたね、はい、ここはなんか昨日もね左に引っ掛けるミスがあったので、まあ、ちょっと立ちづらいのか、まあ、こうねここからバンカーすごくいいバンカーだったんですけど、まあ、状況が状況なだけにね。山下はバンカーから一度で出ずに、はい、2度目の同じバンカーからのショットになりました。ボギーパットが外れて山下が7番でダブルボギーとします。渋野はここはナイスパーセーブでした、はい。8番のパー4です。奥から山下のバーディートライ。ダブルボギーがあって少しギアが上がりました、はい。馬場咲希はパーセーブです。9番のパー4、すぐ取り返すところがさすがの昨年の、ね、年間女王だなという印象でしたね、はい。長いバーディーパットを沈めて2ホールで取り返します。渋野日向子はこの9番パーパットが外れてこの短いボギーパット。9番もダブルボギーとしました、はい。ハーフターンして11番のパー3です。ここはナイスキックでしたね。ちょっとヒヤッとしましたけど本当にいいキックでしたね。流れが悪くなっていた状況で、まあ、これが一つ流れを変えるプレーにつながるかと思ったんですが、はい、タップインでのバーディー。山下も11番でバーディーを取ります。これですよね。13番のパー4、まあ、今日はアプローチとパターでねこうリズムが作れなかったっていうのはありますね、はい。13番でボギー、続く14番でもボギーとしました渋野です。16番のパー3です。ここは取っていかなければいけない状況で長いバーディーパットを沈めました。勝負強さを見せた渋野です。17番のパー5です。
馬場崎はセカンドで近いところまで持ってきてアプローチで寄せてのバーディー。これですね、こうカットラインずっとギリギリいましたけど、はい、ようやく、ね、気持ちをしてきましたかね。一つ余裕ができましたね。渋野は18番入れてイーブンというバーディーパットでしたが手が外れます。山下はパーで締めて9アンダーでのフィニッシュ。馬場崎も2アンダーでフィニッシュ、決勝ラウンドということになりました。渋野日向子はカットラインまで届かず予選通過はできませんでした。